タチアナ・エフゲーニュー・ウナ・ボトキナ・メイリニクは、1918年7月27日に、エカテリンブルクで、ロシア帝国最後の皇帝ニコライ・ニセイの家族と共に、殺害された、皇室主治医、エフゲニー・ボトキンの娘である。後年に、アンナ・アンダーソンが、本物のアナスタシア王女であることを主張し、弟のグレブ・ボトキンと共に生涯を通じて、彼女の代表的な擁護者となった。 しかし、ボトキナが亡くなった後に行われた DNA 鑑定によってアンダーソンがポーランドの農家に生まれたフランツィスカ・シャンツコフスカという名前の皇族詐称者であったことが証明された。父親は皇室主治医のエフゲニー・ボートキン。母親は彼の妻のオリガである。母親が子供たちのドイツ語の家庭教師と不倫したことが原因で1910年に二人は離婚した。 エフゲニーは子供たちの親権を保持していた。自分たちは皇帝の子供たちの親密な友人ではなかったとボトキナは後年に語ったが、ボトキナと彼女の弟のグレブ・ボトキンは彼らをよく知っていた。1911年にロシア帝国皇帝ニコライ・ニセイの子供たちと出会い、以後はクリミアに休暇で滞在した彼らとしばしば遊んでいた。 第一次世界大戦中にエカテリーナ宮殿の病院で赤十字の看護師を務めた時にも娘たちとおしゃべりをする機会を持った。マリア王女とアナスタシア王女はボトキナが勤務する病院の講演者となり、病院の正面には王女マリア及びアナスタシアの病院と大きく表示された。二人は重労働にもかかわらず、そこでの奉仕活動が大変自慢で患者の写真を撮影したり、 患者の話相手になったりした。マリアは自分たちと患者の写真を一冊のアルバムに、まとめ、ボトキナにプレゼントした。ボトキナが勤務する病院を訪れたマリアとアナスタシア2月革命によって、弟のグレブと共に、ニコライ2世の家族と一緒に流刑となった父親に同行した。つまり、流刑後のアナスタシア王女を知っている数少ない人物である。 ニコライ二世の一家がトボリスクからエカテリンブルクへ移送された時に二人は父親に同行することが許されなかった。ボトキナたちは何とかして父親に同行しようと試みた。この際にボトキナはウラルソビエトの司令官からニコライ二世の一家がおそらく殺害されるであろうという話を聞いている。最終的に諦めてトボリスクに残ることにした。 父親が殺害されたというソコロフ報告書の結論を聞いた時の彼女の唯一の慰めは父がニコライ2世をかばおうとして死亡していたという事実だった。1918年秋にボトキナは以前にザールスコエセローで知り合ったウクライナ出身の士官と結婚した。彼女たちはウラジオストックからロシアを脱出し最終的に フランスのグルノーブル近くの町に定住し、二人の間に生まれた子供たちを育てた。数年後に二人は離婚し、ボトキナはパリ近くで寄生を送った。1926年にアンナ・アンダーソンとドイツで初対面したボトキナは、その時の模様を次のように語っている。一目で彼女はアナスタシアだと確信したが、散歩をするうちに、ますますよく似ていると思うようになったという。 ボトキナは、ロマノフ家の話題に持って行き、マリアから送られたアルバムを持ち出した。表紙には、アナスタシアとマリアが講演してきた第一次、世界大戦の小病兵のための病院の写真が、貼ってあり、姉妹はこの病院を訪れた時に看護師をしていた、ボトキナによく会っていた。中には、皇帝一家のもっと私的な写真も含まれており、アンダーソンは、これは一人で見させてと言って、 隣の部屋へ行ってしまった。同行していたオステン雑見男爵に促されて、後を追ってみると、チョイスに腰を下ろして、換気はまった様子で、涙をいっぱいに止めて、アルバムを広げていた。アンダーソンが他に何枚かあるか聞いてきたので、ボトキナは、皇帝一家の写真をさらに何枚か持ってきた。ボトキナはこの後に、アンダーソンが疲れ果て、夜遅くなってからベッドに寝かせて語りかけた時の、 彼女の返答に驚きを隠せなかった。アンダーソンには記憶障害があったと述べている。ボドキナはアンダーソンをアナスタシアだとは、信じようとしない人々に手紙を書き、力を貸してくれそうな人には残らずあってみたが、誰からも力を得られそうにないことがすぐに判明した。その女性がアナスタシアだとしても、 弟のグレブと共に亡くなるまでアンダーソンを見捨てなかった数少ない一貫した支持者であり、その誠実さを疑われなかった意気承人でもあった。皇帝一家との友情など皇室に関する彼女の思い出についての解雇録を執筆した。ありがとうございます。